じゃあ行きますか。どうしようか、どこら辺か見ようか。もうちょっと上から見ようかな、俺は。うん、あんまり離れない方がいい。まあまあ一緒にちょっと見てみよう。出たね、これは。でかい。ああ、綺麗だな、これ。これ。ああ、すごいな。一番いい大きさ。黒も入ってるな。え、嘘でしょ。うわでけでかこれでかでかちょっえちょちょすごいもう綺麗とかいうよりでかっ。わ、でかいな。どうしたらいいんやろ、こんなん。よいしょ。おい、すごいでかくない。こんなあったの。そうそうそう、玉髄だね。ジャスパのと、もうジャスパーの今後。玉大じゃん。でかでか。これもあの作業場に置くわ。うん、こりゃすごい迫力だね。いやちょっとね、でかすぎてね、綺麗っていうよりなんかでかっていう、うん、あれだ。こりゃすごい、こりゃすごいね。今までこのこういう感じかけらなかった。うんうん、かけらがね、今まで見ててでかすぎるよね。もう感動が
悪いけどないね。なんかこの石じゃん、岩じゃんこれ。うん。びっくりした。上がってったんじゃないんだね。置いてあった感じもほんと。だからもう別の石を取ろうとしてポッと見たらさ、嘘でしょと思った。いやー、玉髄ね。うん。でもこれってなんかすごい出来方がわかるような気がする。やっぱなんかの隙間にできてってる感じがするよね。しない？うん。そうかも。なんだ？これはやばいよ。開いた。すごいね。やっぱこの川は偉大やな。偉大だね。実感がわかんね。でかすぎて。でかすぎてさ、うん、このぐらい大きいものを撮りたいとは思ってたけど、いざ見つかるとなんかあれみたいな。すごい、本当に出たね。うん、出たね本当に。ジャスパーっぽいのが結構ある。あ、これジャスパーだわ。ちょっと待って。すごいな。よっ。ああ綺麗だね。ジャスパー？あ、ジャスパーだね、これもね。ここ全然来てないんだ。うん、わあ、綺麗だね、これ。ああ、すごい。霜降りみたいになってる。本当だ。うん。いやー、ちょっと。すごいところだね。そういうとこだ。あ、来てないんだな。あ、来てないんだわ、ここ。うん、だから。来てないんだ。うん。ん？これ。あら。これ。すごいよ。これすごいね。あ、いい？いい？うん。何これ？メノだ。これメノ？え、こんな色がしっかりついてる。初めてだよ。これメノ？ケースデガンと一緒になったね。これなんかさ、こんなの最高レベルだよ、ね。すごいね、これ。この部分が？メノマなの？ちょっと待ってね。だと思うよ。これはメノでいいと思うわ。これ。うん。それともケースデーガンがそう作ってるのかな？ケースデーガンも入ってる。だからね、ケースデーガンとメノとかそのカルセドニー系でほとんどここら辺成分がね、一緒の場合も結構 あるんじゃないかなと思うんだよね。それで、似てるんだと思うんだよ。だから成分自体がね。これでもいいじゃん、面白いね。面白いね。